セバン・チェイス・ライトは、アメリカ合衆国、テキサス州、ウィチタホールズ出身の元プロ野球選手。左投げ左打。2001年の MLB ドラフト3巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。2006年は、A 級ンパヤンキースで37試合に登板し、12勝3敗、防御率1.88という目を見張る数字を残した。 2007年4月17日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューし5回3失点で初先発にして勝利投手となった。しかし2度目の先発の4月22日のボストン・レッドソックス戦ではマニーラ・ミレス、J.D. ドリュー、マイク・ロウエル、ジェイソン・バリテックに4打者連続で本塁打を許した。なお4打者連続で本塁打を被弾した投手としては メジャーリーグの歴史上二人目。2009年2月4日にエリック・フライヤーとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズに移籍。ブルワーズ参加には2011年まで在籍した。2012年は独立リーグであるアトランティックリーグのサマセット・ペイトリオッツでプレーした。ありがとうございます。